はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいね、コメントをいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、ご質問に対するお答えの動画でございます。いただきましたご質問はこういう内容ですね。はい。信者が朝晩勤行をするのと、寺に一日中いる僧侶の勤行が全く同じなのも、信者が僧侶と差がないし、釈服も僧侶は寺から一歩も出ずに、信者は外を駆けずり回って釈服して、信者は僧侶に頭を下げる。日蓮聖宗。その上、キリがないほど供養を請求され、また頭を下げて言われるまま供養する。僧侶は信徒を奴隷扱いしていると思われても仕方ないですね。僧侶は勤行して給料をもらいますが、信者は給料なしで供養はありです。僧侶だけではなく、その家族まで供養しなくてはいけません。あの人たちって何なんですかということですね。まあ、ごもっともですね。はい。まあ、本来、その僧侶っていうのは、布教が本筋なんじゃないかと。それなのに、日蓮宗宗の僧侶ってのはなんで寺にこもりっきりで何もしねえんだという疑問はですね、もう昔からあるんですよね。はい。もう昔からそういう声はあります。今に始まった話ではございませんね。はい。僧侶が寺にこもりっきりで何もしないっていうのは、創価学会が出現してですね、創価学会が、僧侶が信者に接しないように仕向けていったという部分が、まあ一面あるわけですね。でも、僧侶が、寺にこもりっきりになって、釈服とか布教活動を全くしなくなってきたのは、創価学会の出現以前からあるわけなんですよ。はい。で、日蓮宗宗の僧侶はなんでその布教しないのかと。つまり、他の他宗の僧侶は布教活動をやってるわけですよね。はい。なのに、日蓮宗宗はなんで、その布教活動をしないのかという疑問に対するお答え、でございますね。はい。それでですね、その一番の原因は、まあ、この仏教神学研究会の公式チャンネルで前々から検証してきておりますようにですね、泰石寺清世2中の教義改変、業態の教義改変が大きな理由ではないかなというふうに思います。はい。泰石寺清世2中という人物は、戒壇の大本尊を偽作しただけじゃないですね。日蓮本仏にも偽作し、二ヶ野僧正、日光跡上場寺106箇所、有事一人のケチなく僧正というものを偽作し、その他ものいろんな日蓮と異分と称するものも偽作してくるわけですよね。これで何が起こったのかというとですね、本来日蓮の信仰は大目中心の信仰だったわけですが、それが戒壇の大本尊中心。戒壇中心の信仰にすり替わっちゃったわけですよ。はい。それで、どうなったかっていうと、お寺ね、まあ、泰石寺もそうだし、松寺もそうなんですけども、結局そこに本尊を祀ってますよね。板本尊を祀ってる。結局それが、日蓮、そのものだと。日蓮即その本尊なんだということで、松寺の寺院が、要するに、理の階段。まあ、階段に寺の階段と理の階段がありますよね。泰石寺が寺の階段で、松寺が理の階段と。義の階段というふうに言いますよね。はい。いうことで、僧侶の役割が、本来、布教が、本義だったのに、布教からですね、本尊の守護、旧字第一にすり替わっちゃったんですよね。はい。これが、一つ大きな、まあ、禁忌改変、ということがあるわけですよ。堆積時旧世日中がこの戒壇の大本堂を偽作したことによって題目中心の信仰が戒壇中心の信仰にすり替わっちゃったと。もともと日蓮が説いたのは前から申しましているように題目を唱えた人は全て成仏するということの信仰なわけですね。はい、これは前から、検証してきておりますね。はい、このようにですね、はい、一番有名なところでは「法華経題目抄」当帝曰く「法華経の意も知らず義理も味わわずしてただ難妙法蓮華経とばかり5時7時に限りて1日に一遍1月ないし1年10年1和尚の間にただ一遍何度唱えても形状の悪に惹かれずして志薬師に赴かずついに二人の位に入るべしは答えて訳しかるべきなりと。はい、もう1日に一遍1月に一遍ないし1年に一遍10年に一遍一生の間に一遍唱えただけで、その二重の位に入ると。二重の位ってのはもうこれ以上退転しない位に入るから、はい、もうこれ以上退転しない位に入ってそのまま成仏しちゃうというふうに日蓮が言ってるわけですよね。はい、で、そのただ在家の臣はただ去年なく難妙法蓮華経と音頭を変えて僧も供養したもが肝心にて僧もなりと。はい、それでも随暦演説もあるべきかですからあるべきかだからやんなくてもいいんですよね。はい、だからその難妙法蓮華経と唱えて僧を目標することが寛容だというふうに言っているのになんかだんだん話がすり替わっていっちゃったということの原因がすなわちその一番の元がですね堆積時旧世日中のこの戒壇の大本の偽作というところから始まっていると。でこれによってその僧侶の役割が布教から本尊主門給仕第一になっちゃったと。それで結局住職僧侶が寺院にこもりっきりになると。で僧侶が布教から遠ざかっていって信者が変わってその布教をするようになると。はい、もう江戸時代ぐらいからそんな風になってきてますよね。はい、それで僧侶が寺院の中にいて信徒が外で布教するというこうなんかこう二極化してくるわけですよ。で釈伏布教活動っていうのは題目の流布から、本尊流布へとすり替わっていっちゃったと。はい、そしてまあご信者の人が頑張ったんですけれどもその江戸時代にその信者さんの釈伏の法難があちこち起こったんですけれども。その堆積寺寺院がこれを見殺しにする体質が生まれたということですね。一番その典型的なのは金沢法難そして金沢信徒の抜け参りもう完全に見殺しにされたと。見殺ししてないじゃないかと。ちゃんと抜け参りでその堆積寺にたどり着いたじゃないかというふうに言ってますけれどもだってその抜け参りの信者さんっていうのはその戒壇の大本尊にその一合活合連舞して大聖寺に行ったわけでしょ。そしたら迎え入れてお寺の中に入れて法蔵の中でご会費をするとかってすればいいわけですけどもそういうこと全くしなかったわけですよね。ビターッと門を閉めて窓も閉めちゃって。私たちはこの人たちはまさも観光やりませんみたいな態度を取ったわけですよ。はい、それで江戸時代の養蜂寺の完成の法難も完全に見殺しにされてしまったと。堆積寺と養蜂寺の関係が悪化したのは、まあ、これが一番大きな原因があるわけですよね。そんな感じでもう完全に見殺しにしたということで、信者さんがやってももうまるでこう奴隷みたいにそう扱うような体質が生まれたんじゃないかなというふうに私なんかはこう見てて思うわけでございます。はい、そしてですねもう一つあるのはこれも前から検証してきておりますけれども、この堆積寺旧世日中が発明した堆積寺以外はもう全部邪宗だというねもう極端なこの一神教思想があるわけですよ。で仏教っていうのはそのこんなね極端な一神教思想じゃないんですよね。はい、多神教って言いましてね、釈迦多宝十方の諸仏とかって言いますよね。仏さんっていろいろあるわけですよ。で、その曼荼羅の中にもその釈迦多宝、それから四菩薩とかですね、あるいはいろんなその十戒を勘定してますね。そんな感じで、その自分のとこ以外は全部邪宗っていうのに切り捨てたりしないんですよ。これはもう仏教ではなくて、その西洋のキリスト教的な一神教思想なんですよね。だからその日中が発明したその日蓮本仏義にそのキリスト教的な一神教がドッキングしてるわけですよ。それで日蓮本仏イコール怪談の大本尊で、しかもそれにキリスト教的な全知全能の神がもうくっついちゃってるということで、もう大聖寺以外はもう全部邪宗だという考え方なわけですよ。まあ前にも検証しましたけれども、本尊七ヶ僧正の日蓮即崩壊、崩壊即日蓮というのがまさにそれですよね。崩壊っていうのは仏教にあるその本来の十方解とかいう言い方しますけれども、そういう意味ではないですよね。本尊四迦僧正に説かれている崩壊っていうのは宇宙って意味なんですよ。だから日蓮即宇宙って意味なんで、そんなのは仏教にはないんですよ、そんな思想は。これはもうキリスト教の考え方なんですよね。キリスト教とかそのギリシャ神話に出てくる全知全能の神ってもう宇宙を支配している。宇宙を統括してるわけですよ。だからもう日蓮本仏っていうのはもう怪談の大本尊で、しかもキリスト教的な全知全能の神になっちゃってるというところでございますね。というわけでございまして、まあこれだけの教義会見をやったわけでありますが、もしですね、その大石寺九世二中の怪談の大本尊日蓮本仏義唯一一人の結膜僧正に偽作がなかったら、まあ創価学会も検証会も昇進会も出ていないと、釈福大進撃も史上最悪の宗教分裂劇も何も起きていないと私は思いますね。そもそもこういう元を正せば、その大石寺九世二中の怪談の大本尊偽作、あるいはその日蓮本仏義にそのキリスト教的な一神教ドッキングさせたようなもうとんでもない、仏教にあらずる一神教思想がですね、まあ根源にあるというふうに私は思う次第でございます。というところで、ご質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。